お控えなすって。どうも、目玉テレビ、おまーしょうです。本日は、鳥越あずうり FM さんにて、第2回目の生放送、ほうまーしょうごのお控えなすって、無事、終わりました。はい、先週6日が、第1回目スタートだったんですけど、今回の方が、すごい緊張しましたね。無事に終わって今本当に、ほっとしております。今回もアシスタントには、長島美智子さんに、ついていただき、ゲストには作詞家の、先生でございます田辺豊先生に、来ていただきました。はい、田辺先生、本当に話題が豊富な、先生でございますので、話していてとても勉強になることが多かったです。そして目玉テレビでもおなじみの、小西さんには、競馬のねことを、はい、いろいろ話していただきました。本当に、第2回目、無事に終わりまして、スタッフの皆様、そして、出演者の皆様、本当にありがとうございました。次回ほうまーしょうごのお控えなすっては11月20日の金曜日でございます。この日はゲストにはジャズシンガーの富樫克彦さんに来ていただきますので、ぜひお楽しみください。そして僕が仕事で名古屋の方に行っておりますので、生放送中なんですけど、こう中継で名古屋の行ってどういう感じか風景などをね、中継でお送りさせて、いただくという、またこう初の、試みでございますので、皆様何卒来週もよろしくお願いいたします。ほうまーしょうごでした。こんな感じで今、打ち合わせしております。はい、こんな感じですね。まあこういう裏側をね、僕のテレビではどん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 アップしていきますので、はい、じゃあ、まあ、これアップしていきましょう。あ、ゴッドから何か、ゴッドが何か言ってますよ。はい、じゃあ今日の意気込みは、今日の意気込みは明日土曜日の11レースは、はい、これはものすごく荒れると思うだそうです。ワイドがいいかもしれないですね。ゴッドの、はい、神予想ということで、はい、ちょっとこっちを目玉テレビでも出しましょう。はいはい、先生、今日は来ていただけてありがとうございます。はい、年を取ってることは全て一緒体験ですか。何をおっしゃいます。もういつも通りに先生も話していただければ。はい、で、長島さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もういっぱい長島さんからも、アイディアをいただけて、みんなで作り上げていこうかなと、はい、もう思っておりますので、皆様ぜひ目玉テレビも見てくださいね。よろしくお願いします。ちょっと控え室なもので小声になっております。それではさよう。